どうも、かきたまチャンネルの吾妻優心です。皆さん、選挙に投票に行ったことはありますか？私は過去2回あります。で、まあ何の選挙と何の選挙かっていうのは言うと、まあね、バレるから住んでる場所とかがあんま言えないけど、まあ、沖縄県の選挙です。で、私今まあ20歳なんですけど、まあ18歳からね、今選挙で投票できますよね。なので、あのね、皆さんもね、もしこの動画見てる方の中でね、18歳以上の方は選挙行けると思うんですけど、私も18歳になった時のその年に、あの選挙にね、投票初めて行ったんですよ。でね、今日はその私が初めて選挙に投票に行った時の話をね、したいと思います。ただの投票だけではなかったんです。ちょっとね、いろいろハプニングがあって、それが面白かったんで、それをね、ちょっと思い出しながら、また二十歳のね、今もね、今、直近で選挙ね、まあ、開催される、いつで、ね、どこで開催されるか後でね、また言いますけど、まあね、近くね、来たる選挙に、また投票に行きたいなと思ってます。早速、私が初めて選挙に投票に行った時の話をしたいんですけど、まあ、あれは2018年の、まあ、秋とか冬とか、まあ、そこら辺です。ちょっとね、細かく言うと、ね、あの、特定されるかもしれないから、秋とか冬とかそこら辺でした。で、まあね、ある、まあ、選挙に投票に行こうってなったんですけど、まあ、投票してる場所、投票受け付けてる場所がちょっと遠くて、で、その、私ね、あの、家族いるんですけど、私は割とその、まあ、選挙とか、まあ、政治とかね、まあ、社会のことに興味があったから、選挙にもこう、積極的に参加したいタイプの人だったんだけど、私のお母さん、母親が、あの、全然そういうのに疎くて、もう、どうでもいいよ、みたいな、本当に一緒なんですよ。あの、なんか、私のお母さんのことをこのコメント欄とかで叩かないときは、全然、あの、それはお母さんの考え方。私は私の考え方ね、それぞれ考え方があっていいと思うからね。あの、私のお母さんのことは一切叩かないでほしいんだけど、あの、本当にお母さんは一切選挙にも興味ないし、もうね、政治家とかも全然、安倍総理ぐらいしか多分知らないと思うし、あの、投票とかも全然行かないし、もうね、あの、選挙のね、その、応募は、投票券としてね、使えるハガキみたいなのが選挙のね、1週間、2週間前ぐらいにね、お家のポストに届くんだけど、もうそれとかも、あーもうこれいいよ、みたいな、ぽーい、みたいな感じなんですよ。もう、私からしたら経典ですよ。いや、せっかくさ、選挙でさ、投票してさ、その、国とかさ、地域のリーダーを選べるチャンスがあるのに、行かないのは、私的には、まあ、なしなんですけど、でもお母さん的には全然ね、それで全然あの、平和に生きていけてるから、もういいんだけどね、まあ、代わりのお母さんはその、なんか政治のことで、なんやかんやあった時にね、もう投票してないから、文句言えないけど、まあ、それでもいいと。お母さんそれでもいいから投票に行くのはめんどくさいと。まあ、そういう人間なんですけど、で、まあね、ちょっと話それちゃいましたけど、私は、ま、選挙大好きなんですよ。選挙、生きて、まあ、なんですよ。で、その、ね、初めてね、の選挙が控えてると。で、選挙権もね、うちに私の名前が書かれたさ、ハガキが届くわけ。もう嬉しくて嬉しくてしょうがないの。ただ、投票場所が遠くて、で、まあ、沖縄って車社会っていうことで、まあ、私ね、家族も車持ってるんですけど、家族のね、車があるんだけど、だからちょっとお母さん行かないし、みたいな感じで、その、選挙ね、自分で、その、歩いて投票所に行くしかちょっと方法がなかったんですよね、その時。で、あーもう、遠いしなーと思って、でもね、その選挙当日、なんかね、テスト前かなんかでテスト勉強をしてたんだよね。で、あの、選挙って、朝の何時だったか知らないけど、当日はね、朝の何時だったか から、夜の8時か9時、8時だったかな、夜8時までなんだよね、投票の受付時間が。で、私、夜の7時半に家出たのよ。で、走ってさ、Google マップ見ながら、道わかんないから、Google マップ見ながら走って投票所まで行って、投票してきて、で、まず、その、そこまでの道のりの中でさ、私誰に投票しようかなって考えてたの。あ、この人もいいけど、この人はあんまりいいかな、じゃあこの人にしようって思いながら、Google マップ見ながら7時半にお家出て、走ってさ、投票所まで行ったの。で、いざ、投票所に着きました。いや、めっちゃギリギリだったの。投票受付が締め切られる10分前とかに着いて、で、選挙なんか見せて、なんだったかな、身分証明が必要だからって、なんか保険証かなんかもなんか同時に出したかなとかして、なんか名前書いて、受付表ね、自分の名前書いて、18歳ですと。あの、この選挙に投票しに来ました的なことを書いて、そのいざね、投票所に通してもらえるわけですよ。で、その、仕切りがついてね、テーブルみたいなところがあって、なんか、生徒会長選挙とかね、私の学校、まあ、あったんですけど、そんな感じで、ほんとね、あの、こう、テーブルがあって、仕切りがついてる、なんか、何列かあって、それが、まあ、何列か、何個かあって何列かあったんだけど、でね、そこにいざ私がもう、パッてついたわけ。で、これ、あの、紙だとして、ここに名前を書く紙だとして、こう、紙と鉛筆があって、パッてなった瞬間、やべ、誰に投票しようとしてたっけ？ってなっちゃって、あのね、誰に投票するか忘れちゃったのよ。で、あのね、
まあそういう人もいます。私みたいな人結構いるから、いるみたいだからどうやら。だからそのさ、選挙のそのテーブルみたいなところがさ、結構さ、親切な設計で、その、立候補者の名前一覧リストみたいなのがあるのよ。そのテーブルのとこに。で、それこれをね、見ながら、一覧リストみたいなの見ながら、思い出そうと思って頑張ったんだけど、結局ね、思い出せなかった。私、誰に投票しようと思ってたか、結局最後で思い出せない。結構考えて、結構、だから10分しかなかったからさ、一応何分間か考えて、ギリギリまで考えて、やっべ、誰だっけこの人、だから名前が似てる人がいたのね。で、3人ぐらい名前が似てる人がいて、で、やば、誰だっけってなって、めっちゃ必死に思い出そうとして、はあ、これ、とりあえず女性だったっていうのを覚えてたから、そのまあリストの半分ぐらいが男性で半分ぐらいが女性だったから、まあ十何人ぐらいだよ。だから、そのまあ半分ぐらい消して、やっべ、この人、なんとか子さん、なんとか子さんだったな、エミコさんだったかな、カズコさんだった、タカコさんだったかな、めっちゃ考えて、で、結局、まあね、ある人を一人選んで投票したわけです。で、お家に帰って、あの、なんか選挙の前ってさ、選挙のなんかチラシみたいなのがさ、たくさんポストに入るじゃん、いろんな人の。で、そのチラシを見た時に思い出したの。あ、この人だったわと思って。で、結局私、この投票したかった人に、投票できなかったの。完全に私が悪い。もうなんかさ、投票したかった人に投票できなかったのってさ、お母さんみたいな投票しなかった人よりさ、なしじゃねって思ってて、結局選挙ってさ、結果が出るのかなり早いから、次の日に結果が出たんだよね。で、私が投票した人、選ばれてました。私が間違って投票した人、選ばれてたんですよ。で、私が投票したかったのに投票できなかった人、落選してたんですよ。もうその時ね、申し訳ない気持ちでいっぱいで、まあ結構得票差あったんだからさ、あったんだけど、私がそのね、投票したかどう、なんだかなんだからさ、その選ばれたかどうかっていうのはその直接的には関わってこないと思うんだけどね、一票の、たった一票の差なんてね。だけど、私この本当に、この人に選ばれて欲しかったっていう人の力になれなかったのは、めちゃくちゃ悔しくて。で、そっからまあね、ちょっと経って人生2回目の選挙があったんですけど、その時はね、ちゃんとね、自分の意向に沿った投票ができました。だから本当に皆さんも、気をつけて、私みたいな人を調べたら結構いました。ツイッターとかで。誰に投票しようとしたら、ど忘れしたみたいな人。だから本当にね、私その時本当になんか申し訳ない気持ちとか、悔しい気持ちとか、悲しい気持ちとかもね、いろんなね、負の感情を味わったんで、皆さんも本当にね、気をつけてください。これから選挙に行かれる方、もうね、すでにそういう体験された方もいらっしゃると思います。なんかね、もしなんかね、差し支えなければ、コメントの方でね、皆さんの選挙体験もお聞かせください。ということで、こっからは、直近で、どこの、都道府県のどこの市区町村で選挙があるのかっていうのをですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。皆さんが住んでいる場所がありましたら、ぜひね、投票してみてください。ということで、選挙 .com というですね、サイトを見ますと、直近の選挙がどこで行われるか、いつ行われるかっていうのが書かれてます。まあ、月別で見られますね。8月だったら8月の2日 ?2 日からあるみたいですね。岡山県の美作市っていうところの美作市長選っていうのがあるみたいです。で、この動画撮ってるのは2020年8月15日土曜日です。なので、8月、今日はなかったのか、明日、沖縄県の竹富町っていうところで、竹富町の町長選があるみたいです。あと、8月23日、京都府、久野山これなんて言うのかな、久見山町長選挙っていうのがあるみたいです。あと、北海道、なんて読むのこれ、中表津、なんて読むの、ちょっと下に書いておきます。ここで町長選があるみたいです。あとは、8月23日同じですね。秋田県の、これ、大潟村、これなんて読むのかなっていうところ。とか、8月23日、埼玉県東秩父村の村長選挙。8月23日、北海道の登別といえば、熊牧城、登別市長の選挙。あと、8月23日、これも、なんて読むのかな、なんて読むのこれ、なんとか市長選挙。とかですね。その他もらわれますね。最後、8月最後の選挙は、鹿児島県の与論町っていうのかな、与論町の議会、議員選挙があるみたいです。こんな感じで、選挙 .com っていうところですね、見ますと、こうやっていろんなね、ところ選挙があるっていうのがですね、わかります。で、9月とかね、10月とか11月、12月とかね、ここね、いつあんのかなとかね、見ることができます。なのでね、皆さんもね、ぜひ18歳になったら、選挙行くっていうのはかなりいい体験だと思います。
あのね、選挙に使われてる投票用紙、あれね、結構特殊な紙で、水に濡れても大丈夫とか、あの、折り曲げても、その、なんだ、形状を記憶するから、自動で、ふわーって開く。だからその、開票するときにね、開票しやすい、開いて、中身を見やすいとかね、すごい特殊な紙で、あのね、持って帰るとかダメですよ。盗むとか、あの、万引きになるね、ダメなんだけど、そのね、選挙で投票する際に、ぜひね、あ、一度この、こういう紙質なんだーっていうふうにね、触ってみてもいいと思います。なんだかの、紙もいいし、その、選挙をするっていう体験もいいし、その、誰に投票しようかなって選ぶっていう経験も、あのね、皆さんの人生の中でかなりね、あの、貴重な経験になると思うので、これからね、まあ、生きていく上で選挙たくさんあるけど、まあ、一回でもいいからね、ぜひね、選挙行ってみたらいいんじゃないかなと思います。ということで、以上、かきたまチャンネルの、あがつまゆうしんでした。たったー。